歯科衛生士は口の中のケアに関する指導など歯と口の健康づくりをサポートする仕事です。県内では歯科衛生士のなり手が不足していて、今回養成学校の学生や復職を希望する歯科衛生士を対象に県歯科医師会が4年ぶりとなる合同就職説明会を開催しています。歯科医院一つ一つにそれぞれ特色があるんだなということを改めて学べてます。会場には県内各地から67の歯科医療機関が集まり、参加者は担当者の説明を熱心に聞いていました。